はい、こちらですね、カーリンキット V3 カープレイ AI ボックスという YouTube など車で簡単に視聴できるアイテムです。サイズも小さく、ハリアに置きますと、このような感じになります。接続しますとですね、このように赤色のランプが電源、そして接続していることの、この緑のランプが点灯して、接続していることが、確認できます。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、こちらの商品ですね、こちらのカーリンキットという商品をご紹介していきたいと思います。こちらの商品は何かと言いますとですね、車でですね、YouTube などを見ることができる、Android システムになります。商品名は、カーリンキット V3 カープレイ AI ボックスというものです。簡単に紹介していきたいと思います。こちらがその商品になります。商品はこのような感じです。非常に、サイズも小さくて、非常に車内に置いても、邪魔にならないような、ものとなっています。商品名は Android システム、カーリンキット V3 カープレイ AI ボックスというものになります。このようにですね、車内を、Android システムで、構築できるという、非常に便利なシステムですね。このようにいろいろ YouTube であったりとか、いろんなものをですね、車内で楽しむことができます。そしてですね、Qualcomm 8コア 1.8GHz を採用して非常に快適に操作などが行えます。それではですね、これを試していきたいと思います。まず商品はですね、このようになっています。非常にコンパクトな箱ですね。ワイヤレスカープレイ、 Android とも使えます。それでは開封していきたいと思います。はい、商品の箱はこのようになっています。非常に小さいですね。 GPS 内蔵、しかもマイクロ SD が使え、ナビや動画、音楽などを楽しむことができます。このようになっています。まず商品を開きますと、このようにですね、説明書が、付いています。ユーザーマニュアルとなっています。商品にはですね、ナノSIMとマイクロ SD が装着できるようになっているみたいですね。商品はこんな感じですね。非常にサイズも小さいですね。中身はこんな感じですね。USB のタイプ C と、タイプ A の、USB コードと本体が入っています。このようにこちらがタイプ A ですね。タイプ A とタイプ C ですね。このようにもう商品もほんまこれだけですね。非常に薄いですね。大きさはとても小さく、手のひらサイズです。スマートフォンがこれぐらいだとしますと非常に薄いですね。こんな感じです。それでは車と接続していきたいと思います。こちらのタイプで接続になってますので、こちらを接続していきたいと思います。ですね、先ほどの説明にもありました、ナノSIMが、入るのが左側、マイクロ SD が入るのが、右側となっています。あとはですね、こちらを、ハリアの方に接続していくだけになります。差し込みました。そうしますと、どうなるでしょうかね。しばらく待ちます。点滅しますね。このように Apple CarPlay というのが、表示されましたので、こちらをクリックします。あ、もうこれで完全に、接続されてますね。それでは設定をしていきたいと思います。まず Wi-Fi がつながってませんので、こちらの Wi-Fi を押します。私の場合はスマートフォンですね、こちらで、テザリング、これですね、テザリングをしてますんで、こちらをつなげていきたいと思います。これになりますね。パスワードを入れてくださいと要求されていますので、こちらからスマートフォンのパスワードを確認したいと思います。スマートフォンの、このテザリング、私の場合ですね、こちらのスマートフォンですね、こちらでですね、テザリングをします。
そうしますとこのような画面になりまして、パスワードがですねこちらに表示されていますので、こちらに書かれている、こちらをクリックしますとパスワードが出ますね。クリックしてパスワードを入れていきたいと思います。今パスワードを入力しましたのでエンターをします。これでですね今コネクティッドとなってますので、接続されたようですね。確認してみたいと思います。このマークですね、つながったマーク、Wi-Fi のマークが、確認できましたので、つながったことが確認できます。ちょっと日本語にしてみたいと思いますが、今ちょっとすぐわからないんで、この後説明したいと思います。仮にですね、ちょっと YouTube を見てみたいと思います。YouTube。つながりますね。問題ないですね。非常に簡単ですね。接続としては USB につないで、アクセスポイントの、Wi-Fi テザリングをですね、それを接続してですね、ランゲージありますね。こちらを。あ、大丈夫ですね。安心しました。日本語があります。日本語を選択したいと思います。やり方もう一度。まずフォームから。まず最初にですね、英語の画面になってますので、ちょっと使いにくいんで、これをですね、日本語バージョンにしたいと思います。まずこちらの設定を押します。設定をからですね、システムを押します。そうしますと、こちらに、ランゲージとあります。インプットあったらこちらを押します。そうしますとですね、こちらにランゲージがありますので、今、イングリッシュとなってますので、よかったですね。日本語あります。日本語を選択します。選択するにはやり方がありまして、このように長押しして、日本語を一番上に持っていきます。あ、これ今一番上に持ってきたら、これ、日本語バージョンに変わりましたね。あ、変わりました。あ、日本語バージョンに変わってますね。メーカーに確認したところ、日本語のマニュアルは現在作成中とのことです。日本語にも対応します。やり方としてはですね、先ほどのように、システムですね。この一番上の、これをですね、選択します。英語にしたい場合は、このように。これで英語バージョンですね。切り替えたい場合はこのシステムですね。システムからこのランゲージを選びます。そしてこちらを押します。そうしますと、イングリッシュが一番上になってますんで、今イングリッシュです。フランス語にしたい場合はこれをこちらちょっと長押しして、このままグッと上に持ってきます。今これフランスとなってますんで、今フランス語になってますね。このようにフランス語になってます。日本語にしたい場合は、こちらでシステムを押して、ランゲージを選択して、もう一回こちらを押します。今フランスになってますんで、これをこうクリックしてもなりませんので、このままこう上に持っていきます。スライドして一番上に持っていきます。これで今、ここが日本言語の設定と変わりましたから、日本語になりました。これでですね、YouTube も、検索することができます。ここで言語の切り替えができるようなんですけど、日本語が出てこないようなので音声で、検索してみたいと思います。音声を許可にします。新型ハリアー、あ、このようにハリアーの動画がですね、このように、検索したいと思います。ちなみに私のチャンネル、はい、ひびきん TV、あ、検索できますね、このように。そしてですね、ハリアの動画再生できるか。あ、問題なく再生できますね。接続中はですね、このように点滅してますね。はい、ということで、ハリアのガソリンがですね、止まりました。このようにですね、YouTube を見ることができます。接続中はこのように。ランプが点灯し、サイズも小さいので、どこでも好きなところにこのように置くことができます。ハリアの場合、私はこの位置に置いています。USB に接続するだけで簡単に YouTube を見ることができます。問題なく、遅延なく見えますね。
購入は Amazon のリンクを概要欄に貼っておきますので、そちらからご購入ください。特別クーポンも発行してもらっています。このボタンを押しますとアイコンが出てきて、ホーム画面などの切り替えが可能となっています。純正の画面に戻したいときは車の画面を押しますと、このように純正の元の画面に表示されます。そして Apple CarPlay を押しますと、簡単に画面を戻すことも可能です。またバックの壁画面を変えたりすることも可能です。基本的に Android Auto のスマートフォンと思ってください。あといろんなアプリをダウンロードして使用することもできます。価格は 26,599 円。今現在クーポン券と割引がありますので、もっと安く購入することができます。まず時間が、最初合ってなかったので、時間の合わせ方はですね、こちらのですね、システムを押します。そうしますとこちらでですね、時刻の日付と時刻というのがありますので、こちらでですね、これをオフにして、そしたら地域が出てきますので、ここで、もし日本に選択されてなかったらですね、こちらでですね、日本を、選択してください。今アイルランドになったらね、これ7時45分になってますけど、実際の時刻でですね、今3時45分ですから、これを日本に変えたいと思います。日本ありますので、日本を選択いたします。で時刻が、すぐ変わりますね。今の時刻15時46分ですので、変わります。これでもう簡単に設定は完了ですね。あとはですね、もうこれ自動にしておきます。タイムゾーンの自動設定しておきますと、自動的に時刻の、修正を行います。基本的な操作はもう、日本語の設定とこの時刻だけ変えるだけで、基本的な操作はこちらホーム画面でいろいろ変えることができます。ということで、今回は超簡単に YouTube を見る方法を紹介してきました。高評価、いいね、よろしくお願いします。